始まりましたメカニック TV。 今日おすすめする工具は、まあ、工具って言っていいのかな、これわかる？なんかさ、歯医者とかでさ、歯の裏とか見られるような鏡、これ伸びるの。歯医者のやつと違って違うのはこの伸びるってだけだよね。多分歯医者が使うやつは伸びないよね。でうちらメカニックが使うのはこんだけ伸びて、ここにミラー、まあ、何に使うかって本当エンジンルームの中の裏側、どうやって止まってるか見るとか、壊れてないか見るとか、ちゃんとネジがはまってる、クリップがはまってるっていうのを、こっちのエンジンルーム開けたこっちからじゃ見えないとこっていっぱいあるわけだよね。そういう時にこれが1個あるととても便利、まあ、工具と言っていいか本当わかんないけど、まあ、これがあるだけで視野が広がるよね。まず自分が見えないところが見える。で私がもう1個、鏡つながりで言うともう1個使ってるのはこれなんだけど、これはまあ普通に顔を見る時も使えば、これと同じでこうエンジンルームの裏側、これ何かっていうとただの車のドアミラー女子力低すぎるっていうような、たまにこれで化粧とか直したりする時も見るぐらい女子力が低いミラーなんだけど、まあ、もし近くの解体車とかあったらこれ1個盗んどくとめっちゃ便利。今工場で働いてて廃車にしますとかいう車があったらこれだけはもらってきた方がいいよ。しかもやっぱ裏も見る、やっぱ見えにくいとこっていっぱいあるんだよね、エンジンルームで。なのでこれ名前なんて言うんだろうね廃車さんがよく使ってる鏡の伸びるバージョン、伸びるのが一番いいよ、細かいところいっぱいいけるので。ぜひこれ使っ、なんかもしネジとか落としちゃったとかいう時とかも探す時とかも便利だし、ぜひこれほらタダで手に入るから。なので鏡つながりのこの2つぜひゲットしてみてください。